はい、皆さんこんばんは、製麺機です。今日もね、晩酌の準備が整いましたんでね、早速晩酌していきたいと思います。今日はね、天皇陛下がね、ご即位されてね、おめでたい、ね、日なんで、ちょっとね、いいお肉でね、量は少ないんですけどもね、鉄板焼きにしてね、いただきたいと思いますね。お祝いなんでね。ではまず火つけないとね、まず、これいつものね、厚みが9ミリあるね、鉄のね、鉄板ですね、これね、厚さ9ミリあるんでね、結構ね、すごいね、蓄熱量あってよく焼けるんですよ。で、こちらはアウトドア用のね、ガスストーブのね、オプティマスベガっていうね、ガスストーブですね。これをね、こう平らになるようにね、乗せて、で、ね、新富士バーナーさんのね、スライド式のガストーチね、これもね、いつもね、うちの動画でね、出てくるやつね。これでね、まずね、火つけてね、予熱したいと思います。ちょっとグラスをちょっとね、映ってるかな、映ってますよね。熱でね、ちょっと熱くなるところもあるんでね。で、予熱しておいて、今日は、こちらウィルキンソンさんの炭酸ね、用意しましたね。最強刺激ね、最強刺激のウィルキンソンさんの炭酸ね、こちらでいってみたいと思います。よいしょね、これ炭酸結構強いんでね。ではね、シュワシュワね、いきます。おお、シュワシュワね、シュワシュワで、で、ね、焼酎、焼酎は中身ね、大五郎入ってます。いつものね、大五郎、大五郎を軽く入れて、で、まずはね、ポッカレモンね、ポッカレモンでね、レモンハイにしてね、いただきたいと思います。よいしょ、甘みとか入れないでね、私ね、飲むの好きなんでね、ポッカレモンだけね、入れてね、これでいただきたいと思います。ではね、今日もね、皆さん一日ね、お疲れ様でした。ね、しばしば。ピント合ってないですね。ね、あ、ピント来ましたかね。こんな感じでね、今日はレモンサワーのね、しわしわですね。ではね、今日もね、一日皆さんお疲れ様でした。では、お先にしてね、お先に失礼してね、いただきたいと思います。いただきます。ね、乾杯。あ、じゃあね、新しいね、天皇陛下とね、皇后様もね、乾杯でね、じゃあいただきたいと思います。うん、ね、即位をね、祝って乾杯ということでね。ではね、もう一杯ね、おかわり作っておきますね。私もテレビね、ちょっとちらっとだけ見てましたけどね、あの即位の礼でしたっけね、天皇陛下のお言葉と、あと安倍総理のね、お祝いのね、言葉とかね、あの辺見てましたね。万歳三唱するあたりね、ね、一緒にね、万歳三唱してましたけどもね。ね、ではね、こんな感じでね、おかわり作ってね、一回ね、かき混ぜて、軽くかき混ぜて置いておきたいと思います。じゃあそろそろね、余熱もいいかなと思うんでね、油引いていきます。よいしょ、油をこうね、しっかり敷いてね、なじませてね、これでね、やっていきたいと思います。では今日のお肉ね、ちょっとグラスで隠れちゃってますけどもね、こちらね、ビホロ牛のこれステーキね、ビホロ牛のステーキと、倉石牛って、ね、これ青森のね、青森県のね、ブランド牛のね、ちょっとこう細切れになったようなね、サイコロステーキみたいな感じでね、ちょっとね、いいお肉なんでね、量は少ないですけどもね、こちらでいただきたいと思います。ね、ビホロ牛は北海道のね、ブランド牛だと思います。でね、ビホロ牛の方が
30% オフで955円ね、ステーキを。これね、これ2個入って、これね同じぐらいの大きさが2個入ってこの値段です、ね、1個でね955円とかね、そんな高いんじゃないんでね、2つ入ってこの値段でしたね。ステーキね、もも肉です ねこちら、ね、ビホロ牛のねもも肉のステーキで、こちらが石倉牛ね、あ、倉石牛。こちらは半額で382円、764円ね。カレーシチュー用ってなってますけどもね、ね、焼いてね食べても美味しいと思ってね買ってきましたね。これはね 78g しか入ってないですよ。 78g でねこの値段、 100g で980円って書いてるのかな、これね、半額なんで買ってきましたけどもね、これまともな値段じゃねちょっと高くてね買えないですよね。ね、じゃあ今日はねこれをね焼いていきたいと思います。あとね野菜焼きとかもあるんでね、あと野菜焼き、これ赤エビ、お刺身用の赤エビですね。あとシャウエッセン2本だけね、でししとう、しいたけ、あとねおなすね、この辺もね一緒に焼いていただきたいと思います。あ、またトング忘れてきちゃったな、またトング忘れてきちゃったね、またお箸でね失礼してね、あとまた綺麗に洗えばいいんでね、こんな感じでね霜降りの、あ、見えてますかね、霜降りのね、これは石倉牛の方ですね、霜降りのね、これ焼いてね、もう一個焼くかね、ちょっとちっちゃいですけどね。でおなす焼いて、エビ焼いて、ししとうもいきましょうかね。おなすをもう一個焼いて、それでししとうね、これでやっていきたいと思います。お箸はねちゃんとね除菌のねウェットティッシュでこうやってね拭きながらやりますんでね、トング忘れちゃったんでね。では、どうしましょう。じゃあエビにちょっとね軽くねクロセのスパイスね振りたいと思います。クロセのスパイスね、あ、お肉にも振っちゃおうかな、軽くこんな感じでね。ではこんな感じでね今焼いてますね、倉石牛のステーキね。こんな感じでねオプティマスのベガね見えてますかね、鉄板ね、鉄板でこういう感じでね今やってますよね。ではちょっとねひっくり返してみますね。おー、美味しそうですね。エビも作らせてみようかな。エビ、おお、エビもね焼けてきてますね。おなすとかはまだ早いと思うんでね。肉、肉はちょっとレアな感じでもういいですかね、こんな感じでね、ちょっとこうねレアな感じでね、こっちはもう焼けてると思うんですね、ちっちゃいんでね。じゃあねまずこっちね、こっちのこうレアなね塊のね倉石牛はねわさび醤油でねいただきたいと思いますね。醤油でね牛肉食べるのうまいんですよね。ね、こんな感じでね、どうでしょうね、ちょっとまだねミディアムじゃね、もうレアって感じですよこれね。じゃあいただきます。すごい、
油乗っててすごい美味しいですねこれ。うん、いやこれはちょっとね買ってきて大正解でしたね。ね、くらいし牛ね、いただきます。うん、いや噛むたびにこうね油と肉汁がねじゅわっと出てね美味しいですよ。うん、あ、富士山、富士山ピンポケですね。いや美味しいなね。いや買ってきて大正解でしたね。うん、うん、ではちょっとね、あ、シシトウ焼けてますね。お茄子も、お茄子もいい感じですね。ああ、怒っちゃう。ねえ。エビも、あ、エビも結構焼けてますね。ねえ。じゃあ、これもね、クロセのスパイスね、もう一回ね、こっちにもかけて。ねえ、これもう、お刺身用のね、エビなんでね、半生でもね、食べられると思うんでね。こんな感じで。ピンときましたね。もうね、殻ごといっちゃいますね。じゃあ赤エビのね鉄板焼きいただきます。熱そう、あっ、うん、うん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 、殻付きでね、殻も香ばしくてね、美味しいですわ。うん、うん、またね、ウィルキンソンさんのね、炭酸を注いでね。あ、じゃあお次はこれ、ジンビームね、ウイスキーね、バーボンあるんでね、ハイボールにしちゃいたいと思いますね。このぐらい入れてね、では軽くかき混ぜて、それでねバーボンね、ジンビームのハイボールいただきますね。こんな感じでね、シワシワでね、うん、あ、うまいっすわ。うん、ちょっとね、火消しますね。ちょっとね、焼けすぎちゃうんでね、ゆっくりね晩酌していきたいんでね。ではお次はね、またね野菜サラダね、いつものね同じ野菜サラダですわで、またね、リケンさんの癖になるうま塩ね、軽くこのくらいねかけて、で今日はね、お肉焼いて食べてるんでね、焼肉のタレも持ってきましたね。ジャンね、ボランボンさんのね、ジャン、もしかしたらね後でね、これもね、やお肉につけて食べるかもしれないですけどもね、これをこう軽くね、軽くかけてね、こうするとね焼肉屋さんのサラダみたいな感じでね美味しいんですよ。じゃあね、トマトね、うん、あ、美味しい美味しい、うんうんうん、トマトにね意外とね焼肉のタレって合うんですよね。うん、じゃあね、これ生協さんのサラダチキンね、ハーブのサラダチキン乗ってます。今日はね、あ、見えてるかな。じゃあね、サラダもねいただきます。うん、うんうんうん、これはこれでねありですよ。うん、あのうま塩のね、リケンさんのうま塩と、あのモランボンさんのジャンね、この組み合わせ、これほんと美味しいんでね、うん、
トマトね、あのぜひね試してみてください。うん、ほんと美味しいんですよ。うん、シュワ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 にちょっとなんか入っちゃったな。なんかドレッシングに入ってた胡椒がちょっとね飛んで入っちゃいましたけどもね。じゃあねハイボールね。あー、うーん。今日はねめでたいねお祝いなんでね。ちょっとくらいね飲みすぎてもねいいかな。ね。ね、またねシュワシュワ入れてね。で大五郎ね、焼酎ね、なんか黒いのがちょっと浮いてますけどもね、これドレッシングに入ってた胡椒だと思うんですよね。ではねポッカレモンね、ポッカレモンまたねレモンハイにしてね、よいしょ、あーちょっと置くとこがないな。これでね軽くかき混ぜてね、ちょっとこれ取ってね、これでねまた一回置いときたいと思います。ではあの野菜がね焼けたんでね、見えますかね、ししとうとおなすね、これおろしポン酢ね、おろしポン酢用意しました。あとでね、お肉もね、おろしポン酢でね、牛肉食べてもすごい美味しいんでね、おろしポン酢もね、用意しました。じゃあ、お茄子、ちょっと熱そうですけどもね、お茄子ね、いただきます。うん。でね、ししとうね。うんうんうん。ああ。ししとうのこうね、青いね香りがこうね鼻に抜ける感じで美味しいですよ。じゃあねお茄子ね、うん、熱っ、うん、またシュワシュワね、うん、ではお次はねぶどう、ちょっといいぶどうね、これね私買ったんじゃなくてね、うちの母が買ってきたやつね、ちょっとだけねお裾分けしてもらいましたね。ちょっとね結構ねいいお値段するね、結構立派なねぶどうね、こちらいただきたいと思います。これ巨峰だったかな、確か巨峰だったような気がしますけどもね、これねいただいてね、うん、うん、あーうまい、うん、でぶどうにねジンビームね合わせてみたいと思います。いやすごいやっぱいいねぶどうなんでね、甘くてねジューシーで美味しいですわやっぱりね。あの外国産のねぶどう食べること多いんですけどね、私ねあの貧乏なんでね、ね、やっぱ国産のねこういうねいいぶどうは本当美味しいですよね。じゃあねジンビームロックでね、うん、スパイシーですよね、やっぱスパイシーでちょっとだけこうね軽くこう柑橘系の感じもあるっていう感じなんですかね、うん、これでね氷が溶けてねお水が出てくるとねまた塩っぽい風味も出てきてね、あのほぼ今ねまだ氷溶けてないんでねストレート状態だとねちょっとねほんのり甘い風味もねある感じでね、やっぱ美味しいですよねジンビームね、うん、ね、いやお酒が美味しいですよ今日は、うん、
じゃあまたね、ちょっと火つけてね。よいしょ。また鉄板ちょっとね、余熱してね。じゃあちょっとね、鉄板余熱してる間暇なんでね、またね、日本酒ピント、ああピント来てるかな。昨日もねご紹介したんですけどもね、大関さんのねワンカップね、筋肉マンのとコラボしててね、あのラーメンマンのラベルのやつね、これいただきたいと思いますね。昨日紹介した時にね、ラーメンマンにキャメルクラッチでこうね体折られちゃったの、カレクックね、カレクックって言ってたんですけども、あれカレクックじゃなくてあのブロッケンマンでしたっけね、えなんてね、もう何十年も前の話なんでね、ちょっと記憶があやふやでね、カレクックじゃなくてねブロッケンだったような気がしますね。ちょっとね間違ってたら申し訳ないですね。ね、じゃあねこれもね注いで、あこれもラーメンマンもあのね裏にこうね、あの超人プロフィールっていうの書いてありますね。超人プロフィール見えるかな。超人拳法の使い手、元は血を好む残虐超人だったが、戦いを通じて正義超人の仲間入りをしたって書いてありますね。ね、残虐超人だったんですよね昔はね。で、出身地中国ね、身長208センチ、体重130キロ、ね、超人強度97万パワー、ね、あキャメルクラッチね、必殺技ね書いてありますね。キャメルクラッチね、フライングレッグラリアート、あとなんだ空論城、うん、なんて書いてあるんだ、なんかカウなんとかかんとかドロップって書いてありますけども、ちょっとねよくわかんないんですけどもね、まあ、こんな感じね、あの超人プロフィールとかも書いてあるんでね、このまたねおっさんね楽しめると思うんでね、大関さんのねワンカップね、筋肉マンとコラボしたやつね。ではねいただきます。うん、うん、これもねもう毎回言ってますけどもね、甘みあって美味しい日本酒ですよ。うん、今日は日本酒向きのね、おつまみないですけどもね、それでもね日本酒こう単体で飲んでもね全然美味しいんでね、うん、またねなんかね他のやつもね買ってね紹介したいと思います。うん、ではねオピネルのねナイフ、折りたたみ式のこうねオピネルっていうねフランスのねメーカーのねアウトドア用のね折りたたみナイフね、これと先割りスプーン、スノーピークさんね、スノーピークさんの先割りスプーンね、ちょっとこれねお肉ね全部いっぺんにやっちゃうとね焼きすぎになっちゃうんで、ちょっとね切ってね、切ってこれね先にこれだけ焼いていきたいと思いますね。ビホロ牛、これはねビホロ牛のねステーキお肉ね、ここまでいいか。で空いてるところでね椎茸、これ結構大きい椎茸でね、肉厚のね大きい椎茸あったんでね買ってきました。ちょっとずらしてこの辺で、でまたお茄子と、どうしよう、シャウエッセンも1本いっときましょうかね。ねえ、こんな感じでね、焼いて、で、お肉にはクロセのスパイスね、クロセのスパイスを、ね、ちょっと下味ね、軽くかけてね、これで焼いていきたいと思います。
じゃあちょっとね、またね、焼いてる間手持ち無沙汰なんでね、またねジンビームね、またロックでね行ってみたいと思います。よいしょ、今日はちょっとね飲みすぎちゃうかなね。おめでたいんでね、おめでたいね、あれなんでね、今日はちょっと飲みすぎちゃうかもしれないですけどもね。じゃあね、またジンビームね、うん、いやー、やっぱり私バーボン派かな。うん、このバーボンのね、このスパイシーな感じっていうか、ちょっとね、フルーツの香りもある感じで、ほんと好きなんですよ。うん、なかなかね、若い方はウイスキー飲まないかもしれないですけどもね、ウイスキーもね、美味しいんでね。ただね、あんまりこうね、皆さん飲むとね、また終売終売で大変なんですよね。ねえ、もうだいぶ終売しちゃいましたからね、ウイスキーもね。うん、やっぱうまいですわ。うん、なんかまたね、録画の方がね、途中で止まっててね、カメラの方がね、どこまで撮れてたかちょっとわかんないんですけどね、申し訳ないですね。ではね、ちょっとお肉またちょっとひっくり返してね。よっ、ほい、おー、いい感じですね。こっちはどうかな、あ、こっちもいい感じに焼けてますね。じゃあもうお茄子もひっくり返して、椎茸、椎茸もひっくり返してね、これでまたね、焼いてね、いきたいと思います。なんかちょっとすごいですね、ちょっとね、一回火止めますね、火止めてね、余熱で火入ると思うんでね。ではちょっとね、お肉の方を切って、わあ、こんな感じですね。見えますかね、こんな感じでね。ではこれも早速いただいてみたいと思います。おろしポン酢でね、おろしポン酢でまずはね、いただいてみたいと思いますね。こんな感じでね、ご飯欲しいですよね。やっぱおろしポン酢でね、ステーキ食べてね、ご飯と一緒に食べると美味しいんですよね。あー、断面こんな感じね、ピント合ってるかなね。こんな感じでね、お肉ね、焼けたんでね、ちょっとこう大根おろしこうね、しっかり乗せてね、でいただきます。うん、いや、うまいっすわ。ちょっとね、避難させますね。ちょっとね、わさび醤油の方にちょっと避難させてね。いや、うまいんですよ。うん、またね、レモンハイの方でね、またね、いきたいと思います。うん、ではね、ちょっとね、氷を追加してまた、ウィルキンソンさんの炭酸ね、ウィルキンソンさんの炭酸を、おお、シュワシュワね。で、あ、もう一回、もう一回もね、ジンビームでね、なんだっけ、もう酔っ払ってね、ああ、危ない危ない、酔っ払ってね、もう言葉が出てこないっていうか、思い出せないっていうかね、年取るとね、とっさにね、言葉出なくなるんですよね。あ、ハイボールね、ハイボールね、ハイボール作ってちょっとこう置いといて、で、
シャウエッセンがもうね焼けてる感じなんでね、シャウエッセンをね焼肉のタレでねいただきたいと思いますね。焼肉のタレね、あのモランボンさんのジャンね、ジャンをつけて、コチュジャンもねちょっとこうねコチュジャンつけないとね、ウインナーをこれね焼肉のタレで食べるともうまた美味しいですよね。餃子なんかもねこの焼肉のタレで食べても美味しいんですよね。餃子ね鉄板焼きでね焼肉やるときにこうついでにね餃子も焼いてね焼肉のタレで一緒に食べたりしても美味しいんですよね。じゃあねシャウエッセンいただきます。このシャウエッセンのこのねジューシーな油のこうね味とね焼肉のタレがねよく合うんですよね。またねね美味しいですよ。じゃあねハイボールでね、ハイボールで、あじゃあ今日はこの辺で動画ね締めたいと思いますね。結構もう長いことやってると思うんでね、もう編集ね編集して皆さんにね見ていただくあれだとどうだか分かんないんですけども、もうね40分以上ねもうやってるんでね晩酌ね、今日はねこの辺でね締めたいと思います。ではね最後までね、あまたね動画ね見るなりアニメ見るなりしてねまた晩酌ねだらだらねまた焼きながら続きしていきたいと思います。今日は鈴由美さんのケンタッキーのね晩酌動画とかまだ見てないんでね、あとバリちゃんさんのお昼ご飯のやつね、あお昼ご飯じゃないのか、あれ晩ご飯なのか、なんかこう揚げ物フライしたやつまだ見てないんでね、あれ見て、あと秋坊さんの動画もまたね晩酌動画見てないのあるんでね、その辺見ながら晩酌しましょうかねね、っていう感じでね、あとまたねだらだらね続きしていきたいと思います。では今日も最後までねご視聴していただきましてありがとうございました。ではね、また明日ね動画アップすると思いますんでねよろしくお願いします。じゃあねシュワシュワねジンビーム入ったシュワシュワねハイボールねね最後締めたいと思います。